外から当たる光ってやっぱり神の光なんだよ。うん、でもそれはカラバジオはどんな乱暴者だって言うたって、うん、もうそのカトリックのイタリアの人なわけですよ。はい、で宗教が書いてた人なわけですよ。でレンブラントはオランダの市民なわけですよ。うんうん、やっぱり内から出てくる光っていうのは、うん、もう人間の光じゃない、その個人の内から出てくるっていう。そういう意味ではレンブラントの頃から人間の内面を描くっていう、うん、でこの肖像画なんか見てもめちゃくちゃ出てます、内面が人間性とかまでも、うん、出てるよね、はい、うん、個別のこの個性だとか、うん、その人間性だとかっていうのを描いていくっていうね、近代の芸術を先取りするかのような描いてる内容、描き方においてもやっぱりレンブラントっていうのは近代の始まりの画家なんだよね。うん、